日本の原油の輸入先が中東に偏ってて、いわゆるその原油の中東依存度が高くすぎて、まずいよね、みたいな話ってありますよね。で、この話ってすごい長いこと言われてる気がするんですよ。少なくとも僕が学生だった頃から、日本は原油の輸入を中東、西アジアに依存しすぎだって言われてるんですね。で、 二千二、資源エネルギー庁のページ見てみると、2021年度の日本の原油の輸入先は 92.、92.5%が中東だったらしいです。いや中東依存度は92.5%だと。サウジアラビア、アラブ、首長国連邦、クウェート、カタールから主に原油を輸入していて、えー、ものすごい日本は原油の輸入を中東に依存しているっていう状態、みたいです。で、これあの、水位 原油の中東依存度の推移を見てみると、一時期、その石油危機とかを経て、なんか60何とかに中東依存度は下がったらしいんですけど、結局近年は90%近くになっていると。その中東依存度が。って感じで、未だに中東、西アジアに依存しているわけですね。で、これなんでなのかと。あの なんか不思議に思いませんか ?2010 年ぐらいからアメリカで原油がたくさん取れるようになって、で、アメリカがものすごい原油の,その生産国になったっていうのって話題じゃないですか。なんかシェール革命っていう、その地中の、何、地中深くに埋まっているシェールオイルってのをなんかうまく取り出す技術が開発されて、それによってアメリカはものすごい原油を生産できるようになったっていう、まあ、そういうシェール革命があったの。 あったっていうのが結構有名ですが、そてアメリカ、日本と仲のいいアメリカで原油の生産量が増えたんだったら、中東依存度を下げるためにアメリカから輸入すればいいじゃないですか。原油を。でも、そうはなってないんですよね。原油の輸入先、日本の原油の輸入先見てみると、2021年度はアメリカからは0.2%しか輸入してないんですよ。 おかしくないかと。そのな,なんで、その中東依存を、その、中東への依存度を下げたい。そしてアメリカでの生産量が増えたのであれば、仲いいアメリカからたくさん輸入すればいいじゃないかって思いませんかでなんで日本はアメリカから原油を輸入しないのかなっていうのがすごい気になったので、ちょっと調べてみました。あと、考えてみました。で、今から喋ることは、 あの、正解っていうわけじゃなくて、僕が調べた限り、調べた範囲での、の現時点での理解。僕の理解です。だから、もしかしたら間違ってるかもしれないし、専門家からすると、おいおい、お前、お前、全然わかってねえなって感じかもしれないんですけど、もしそういうのがあったら、ぜひ、あの、教えてください。と,とりあえず、今の現段階での僕の、理解についてちょ、ちょっと喋りたいなと思います。 なんで日本はアメリカから原油を輸入しないのか。で、まあ、理由は大きく2つあるっぽいですね。あ、3つかな、まあ、?2 つか3つあるっぽいです。でまずは、一番大きいのはおそらく輸送コストですね。アメリカで石油が取れるよあ、原油が取れるようになったんですけど、その油田がメキシコ湾岸にすごい集中してるらしいんですね。えっ、ー、と、油田。 で、このメキシコ湾、メキシコ湾岸で取れた原油を日本に運ぼうと思ったら、このパナマ運河を通る必要があるらしいですと。で、そのパナマ運河ってなんか幅がすごい狭いらしくて、その、大規模な超大きい石油タンカーが通れないらしいんですね。でそうなると、のぐるっと、 南アメリカ大陸を回って来なきゃいけなくなったりとかするらしいんですね。まあもしくは、そのパナマ運河を通るにしても、すごい、その、通れる幅の、ちょっとちっちゃめの石油タンカーで通るしかなくなると。ということで、その、大変なわけですよ、通る、その、アメリカから運ぶのが。その、アメリカの西海岸で原油が取れたら、太平洋を横断すればいいだけなので、楽だったとは思うんですけど、 アメリカの油田が主にメキシコ湾岸にある関係で、すごい輸送コストが大きいと。西アジア、中東でその石油が、原油が取れて、中東で取れる原油はもちろん運ぶの大変ですけど、あの、アメリカから運ぶのに比べたら、まあ楽なわけですね。ってことで、結局輸送コストが、アメリカから輸入しようとすると輸入コストが 輸送コストが高くなってしまうので、どうしてもその中東の原油には勝てない。コスト面で勝てないってことで、まあ、結局その中東の原油に頼ろうみたいな感じになっちゃってると。っていうのがまず一つあるらしいです。あちなみに、イギリスの近く、北海でも原油がたくさん取れます。で、じゃあイギリスからも 原油たくさん輸入すればいいじゃないかって思ったりもしたんですけど、これもやっぱ中東から比べると、中東と比べると遠い位置にありますので、輸送コストがかかるわけですね。結局中東の西アジアの原油が安いんですよ。ってことで、うん、そう、どうしてもアメリカ、まあもしくはイギリスからは、 原油を輸入しにくいっていう事情があるっぽいです。まあ、これが一つ目。あと二つ目が、もう原油の質が違うらしいんですね。西アジア、中東で取れる原油とアメリカで取れる原油って質が違うらしいんですよ。まあ、成分が違うらしいんですね。でその日本、日本で原油を生成するわけですが、その生成するための,の生成工場、 石油価格コンビナートとか、そういう生成工場は中東で取れる原油専用になってるらしいんですね。その違う成分の原油を生成しようってなったらあ、新しく施設を作り直す必要があるらしいんですよ。日本の施設。それってすごいコストがかかるじゃないですか。だったら、そのわざわざもうそんなことせずに中東、西アジアの 原油のままでいいんじゃないかっていう、まあそういう考えが働いていると。で、それ、その結果、その、アメリカからの原油をなかなか輸入しようとは思えないっていう、まあそういう事情があるらしいです。原油の質が違う。日本の生成工場は、西アジア、中東の原油に特化しているので、えー、アメリカの原油をなかなか輸入できない。 じゃあ、そのアメリカから原油。原油じゃなくて、その、もう、生成したものを輸入すればいいじゃないかっていう考えもありますよね。そのアメリカの石油化学コンビナートとかで、その生成、そのいろんな成分に分けてもらって、それぞれの成分に分けたものを日本にこう、送ってくればいいじゃないかっていう、まあそういう考えもあると思うんですけど、まあそうすると結局、コストがかかるわけですね。日本で、 生成するるよりもコストがかかるとどうしてもその生成するためのその費用っていうのは上乗せされますのでうんどうしても値段が高くなっちゃうって,っていうことでその無理だっていうそのアメリカ産の原油を輸入するのは厳しいっていう感じになってるらしいですでこの2つですねちょっとぐちゃぐちゃ,ぐちゃぐちゃって説明しましたがこの2つが主な理由 二つの理由によってアメリカ産の原油をなかなか輸入できないっていう状況になっているらしいです。一つ目が輸入、輸送コスト。二つ目が日本の工場、生成工場が中東の原油専用になっているっていうこと。あとはあの、日本が権益を持つ、日本が権利を持つ油田が中東にもうすでにあるっていう、まあ、そういう事情もあると思います。中東と長い付き合いがありますので、まあ、そこに たくさんの権益を持っているわけですねだから、まあ、中東から輸入した方が楽だっていう、まあ、そういう事情もあるらしいです。って感じで、えーまあ、なんでそのア,アメリカから原油を輸入しないのかっていうのが疑問だったんですけど、まあ、調べてみたらうんその日本の位置的にどうしてもアメリカの原油は輸入しにくいっていう事情があるというのが、えーまあ、答えというか。 現実なようです。って感じです。はい、最後まで聞いてくださってありがとうございました。